ーズ。山陰各地の SDGs の取り組みを紹介する番組、みっけ山陰 SDGs。 今回は松江市に本社のあるサンビルの SDGs の取り組みを紹介します。サンビルはオフィスビルや病院の清掃、設備管理といったビルメンテナンスなどを行う会社。山陰両県を中心に中国地方や九州、関西などにも営業所を構え、高品質なサービスを提供しています。ビルメンテナンスが主な事業ですが、最近では様々な SDGs 活動を行っていて、中でも近年は海辺のゴミ拾い活動に力を入れています。松江市の海岸でもゴミ拾い活動を行いました。こちらはサンビルが主催するゴミ拾い活動の様子です。今回はサンビルが運営する学童塾に通う小学生が参加しました。ゴミが多いんですね。この活動で SDGs 目標12、作る責任、使う責任、目標14、海の豊かさを守ろうにもつながりますね。この日の活動にはおよそ10人が参加。ゴミ袋を片手に海岸のゴミを拾い集めました。海ゴミゼロ。ゴミ拾いしていって、未来でも海がきれいになってほしいなと思います。またゴミ拾いだけでなく、海ゴミについての勉強会も実施しています。クイズ大会や分別ゲームなどを行いました。より多くのことが学べますね。参加した小学生たちは分別マークを確認しながら作業に取り組んでいる様子。正しく分別することでリサイクルにもつながります。海じゃないところでもゴミを拾ったり、していきたいです。もしゴミとかが落ちてたら、できるだけ拾いたいです。島根県は海に面した県で豊かな自然にあふれています。この豊かな自然を残すためにも、子どもたちと一緒になって勉強する時間を設けました。今後は社員一人一人がSDGs の目標を取り入れながら活動を展開して、地域社会の発展に貢献していきます。サンビルで SDGs を見て、次回もお楽しみに。